日本共産党の倉林明子です。法案ではですね、都道府県に介護現場の生産性向上を促進する努力義務ということで規定がされました。で、厚労省はですね、すでに見守りセンサー ITC の導入ということを行った特養老人ホームに対しては夜間の人員基準の緩和ということを進めておられます。センサーは実際に転倒した利用者、発見、お知らせはできるんだけど、立ち上がらせるっていうことはできないですよね、当然ですが。さらに、不安に寄り添うということで、話を聞いてあげると、これ、ものすごく大事なんですけれども、そういうこともできないですよね。で、センサーには、そういうテクノロジーの活用と。いうことを進めて、生産性、向上というんだけれども、こういうことを進めることがね、介護現場で今、本当に圧倒的な人員不足になってるわけで、これの解消につながるのかと、端的に。大西郎健局長。お答え申し上げます。今後介護サービス需要がさらに高まる一方で生産年齢人口急速に減少してまいります。そういう中で人材の確保、先生ご指摘のとおり喫緊の課題でございます。介護ロボットのテクノロジーを活用した介護現場の生産性向上も一層推進していく必要があると考えております。生産性向上とはどういう考え方なのかと何度もお尋ねいただきました。介護ロボットなどのテクノロジーを活用しまして ICT も含めます業務の改善、効率化などを進めることで職員の業務負担の軽減を図るとともに業務の改善、効率化により生み出した時間を直接的な介護ケアの業務にあて、新たに生み出された時間を利用者と職員の皆様接する時間を増やしていただくなど、先生おっしゃられましたような直接の対話も含めまして介護サービスの質の向上にもつなげていくことを考えているわけでございます。で、見守り機器のこともご示唆いただきましたけれども、夜間の定時巡回の時に、利用者の方の状況に応じた訪問に変更することで、職員の方もその頻度が減るとすれば、職員の方の負担軽減にもなりますし、機械的な頻回な放出よりも、その利用者の方を目覚めさせてしまうという、その覚醒を回避するようなことにもつながっていくことにもなってまいります。そして、よりその他の利用者の方への対応に時間をかけるといったことができるといった効果も期待できるものでございます。で、先ほどご紹介もいただきかけましたけれども、介護ロボット ICT 機器の導入支援など、しっかり進めておりますし、さらに都道府県に一つの役割を担っていただくような規定も今回設けさせていただいております。で、端的に具体的にどの程度人員不足の解消に資するのかというお問いかけにつきましては、端的にその数字でどうこうとかですね、そういうことをお示しすることは難しいとは考えておりますけれども、生産性向上によります業務負担の軽減、職場環境の改善、これは介護人材の確保定着にも大きく寄与するものと期待しております。実際に導入をされました事業所さんからそういうお声もいただいておりますし、こうしたことを含めて、つなげてまいりたいと考えております。はい、大西局長ね、答弁簡潔にお願いします。お願いします。倉林明子君。おっしゃる通りね、テクノロジーは確かに負担を軽減することはできると思うんですよ。でもね、人の代わりにはならないんですよね。そもそもですね、生産性向上という言葉なんですけれども、いろいろ説明あったんだけれども、要は職員1人がどれだけの多くの収益を上げることができるのかというふうに経済的には経済用語としては使われているわけですよ。生産性向上の定義で言えばね、介護現場の生産性をどうやって上げるかということを考えた場合、介護報酬を上げるか、労働者数、あるいは労働時間、これを減らすかということになってくるんですよね、割り算ですから。で、都道府県にはこれ、介護報酬を上げる権限はありません。で、努力義務を果たそうということになると、人で減らすしかなくなるんじゃないかという、本当に危険を感じております。で、介護現場の人手不足をどうするのかというときに、基準の緩和の議論が盛んに進んでるわけですね。医療、
介護ワーキンググループで4対1の人員配置基準の提案までされております。現場ではですね、実態どうなってるかっていうと、とっても質も保てないので、実態としてほぼ2対1ということで配置してるんですよ。せざるを得ないんですよ。そういう実態でもですね、厳しい実態があって、現場の労働環境はで人手不足を加速するというような状況になってるんですよね。私今やるべきは何かと、これ一人夜勤っていうような実態をまずは解消するということをしっかり視野に入れた配置基準の引き上げだと思うんですけれども、これ大臣いかがでしょうか。端的に。加藤厚労大臣。まず介護職員の人員配置基準については介護施設等が遵守すべき最低基準であります。職員の負担等に配慮して夜勤職員を手厚く配置した場合には介護報酬の加算で評価を行っております。ご指摘のように人員配置基準を一律に引き上げる、特にその小規模であるとどうしても1人になるケースが出てくるわけでありますけれども、ただ施設によっては介護職員等が現状よりもさらに必要となり、人材確保はより困難になります。結果として安定的なサービス提供に影響を与える可能性もあるというふうに認識をしております。で、一方で今局長からも答弁させていただきましたけれども、やはり介護サービスの需要が高まって、またそれを支える人手が不足している、こうした中ではやはりテクノロジーをしっかり入れてですね、生産性現場において、まさにテクノロジーに変えれるものはどんどん変えていく、そして人間でなければできないところ、そこに集中していく、そういう対応が必要だと考えております。倉林彦君。いや、配置基準上げたらね、人材確保困難になって余計大変になるみたいな話はね、保育の現場でも聞いた話やな思って今聞いてました。人材確保の困難から今どういうことが起こってるかっていうと、過去最悪っていうペースで介護事業所の倒産、休廃業ということ進んでますよ。コロナもあったということもあります。これ介護難民がね、実際に生まれているという現象も起こってるわけですよ。公費負担を引き上げて思い切った処遇改善、ここに踏み出してこそですね、人手不足の解消につながるんだということを強く申し上げたい。はい。で、次にね、今年の夏までに結論を出すとしています介護保険の見直しについて伺いたいと思います。まず2割負担の対象拡大についてです。これは介護保険部会で、資料として提出されていたものを今日1枚つけております。これ黄色い線は私の事務所で引いたものです。今ですね、2割負担となっている人は所得上位の 20% 赤い線のところになります。で、後期高齢者の2割負担の判断基準はどうなっているかっていうと、これ所得上位 30% なんですよね。この後期高齢者の2割負担の判断基準を黄色い線でこれ資料のところ入れてるんですね。こうすると介護保険でもですね、これ黄色い線は私が入れたんですけども、上位 30% まで拡大すると、こういう検討がされてるというふうに受け止めました。厚労省が行っ、要は厚労省がこの2割負担の導入の影響調査ということで介護保険の時にやって、さっきちょっと紹介もありましたけれども、極めて少ない数字の紹介があったと思うんですけれども、2割負担による影響調査の結果について、サービスの利用を減らした、中止した人、これが全体の何パーになっているか、そのうち辞めた理由で介護にかかる費用が重かったと、こういう人の割合は何パーになっているか、数字が出ていると思いますので、ご紹介いただきたい。まださらなる対象拡大が、その上でですね、さらなる対象拡大が可能だとした根拠について簡潔にご説明をお願いしたい。大西老健局長。失礼いたしました。お答えを申し上げます。介護保険制度では高齢化が進展してまいります中で必要、はい、
あ、数字でございますね。はい、先ほどもあの結論だけ申し上げましたけれども、その二段構えでもご答弁するようにということですので、2割負担者のうち、制度導入前と比べて利用単位数、まあ、利用頻度ですね、が減った、またはサービスを中止した割合は 3.8% となっておりまして、でさらにその方々に対する理由をお尋ねをしております。でその理由は複数回答ではございますけれども、介護にかかる支出が重くサービス利用を控えたというご回答が、その2割負担者全体のうちの 1% でございます。35% でございまして、なので 3.8%×35% で 1% と申し上げたわけでございます。もう一つ言ってないと根拠。それで、ですね、今後の利用者負担のあり方につきましては、昨年12月にお取りまとめいただきました社会保障審議会介護保険部会の意見書におきましても、令和6年度から、次期介護保険事業計画に向けて議論を行うこととされております。で、現時点において見直しの方向性が決まっているものではございませんで、引き続き利用者の方々の生活への影響も踏まえつつ、高齢者の方々は必要なサービスを受けられるように、さまざまなご意見をしっかりと伺いながら丁寧に検討を進めてまいりたいと考えております。倉林彰子君。これから検討するということなんですよね。重大な負担増になるんですよね、これ。そういうことが法改正なしに、やっぱりこれ、国会終わったら、夏までにということなので、結論が出されるということになるというのは重大だなと思ってるんですね。家族の負担がね、介護サービスをやめるという人は実際に出てるわけですよ、負担、2割負担にしたことで、3割に負担にしたところはもっと多いですよ。で、たちまちね、これ、利用者の心身を悪化させる、あるいは家族の負担が増えると、そういうことになるんですよね。これだけ辞めてる人が影響が出てるっていうことが、私は重く受け止めるべきだというふうに思っています。で、新日本婦人の会っていう団体がありましてね、で介護保険利用者、家族の緊急調査っていうのを今年1月から3月に実施しております。施設入所者の介護費用っていうのは、保険外の負担が重くてですね、月額10万円以上っていう方が7割を占める一方で、年金収入を見ます、回答してもらったらね、10万円未満が3割だというわけです。今でもですね、年金収入を超えるような負担になってるっていう実態が見えてまいりました。年金を超えるようなね、こういう負担をどういうふうに賄ってるというふうに思いますか、大臣、想像で。加藤厚労大臣。多分その年金を超えるってのは、その保険料だけじゃなくて生活費を含めて年金を超えるってことだ。利用負担だよ。利用負担だけで、ね、年金を超えるということですか。ちょっと個々さまざまな実態があるんだと思います。中には今お話があるように、所得も低い、またそうした中で介護が必要だ、あるいはまたさまざまな事情を抱えて大変厳しい生活を送られている方もいらっしゃるというふうには認識をしております。そうした観点から、医療保険介護保険における低所得者への保険料軽減措置、あるいは所得に応じた窓口負担、両者負担の上限額の設定、さらには介護保険における低所得者の方を対象とした補足給付の支給、年金生活者支援給付金の支給などによって経済的な支援を行ってきているところでありますし、引き続き必要な支援を行っていきたいと考えております。倉林彰子君。そもそもね、10万円未満の年金収入っていう人少なくないんですよ。こういう人たちは入所できる施設がないという入り口からも入れないって人もいるんです。でアンケートで2割負担になったら貯金などから払うと、で子どもや親族に援助してもらうと、こういう道しかないという回答がありました。高齢者負担を増やしますとね、新たな介護難民を増やすだけじゃない、介護離職など現役世代の家族負担に直結するわけですよ。医療費の負担増、物価高騰など、生活実態を踏まえた高齢者の負担能力、これ私再検証が必要だと思います。続けて問います。新たな検討項目として追加された1号保険料の見直し、これについて質問します。
低所得者の軽減に充当されている公費と保険料の多段階化の役割分担を見直すというもので、突然提起されたと受け止めています。現在、公費で行っている低所得世帯に対する負担軽減分、高所得の被保険者の軽減分を、高所得の被保険者の保険料、これ引き上げることによって、賄おうということを考えてるんでしょうか、いかがでしょう。大西郎健局長。お答え申し上げます。介護保険の一号保険料につきましては、負担能力に応じた負担を求めるという観点から、そもそも制度創設時より所得段階別保険料といたしております。当初は5段階でしたが、6段階、9段階と増やしてまいりました。で、低所得者への負担を軽減する、そういう形で軽減する一方、高所得の方には、所得に応じた負担をお願いする形としてきております。その上で、平成27年度以降は、消費税率の引き上げに伴う低所得者対策の強化によりまして、介護給付費に対する5割の公費負担に加えまして、別枠で公費を投入し、低所得者の保険料の軽減割合を拡大したところでございます。で、こうした今までの経過全体像の上でですね、昨年の社会保障審議会介護保険部会では、負担能力に応じた負担の観点から、一号保険料負担のあり方について議論が行われたわけでございまして、12月の意見書におきましては、具体的な段階数、上率、低所得者軽減に充当されている公費と保険料の多段階化の役割分担等について、早急に結論を得ることが適当とされたわけでございます。先生ご指摘のとおりでございます。で、これは、仮に第1号被保険者内での応の負担、低所得者対策を強化した場合には、公費との役割分担をどのように考えるかにつきまして、問題提起をいただいたものと認識をしておりまして、この意見書の内容を踏まえまして、次期計画期間に向けて、介護保険部会での議論をさらに深めていただきたいと考えているところでございます。倉林彰子君。公費を保険料に変えるんじゃないのということに対して、答えてないんですよ。まあ、提起されたからこれから検討だということで、同じ答弁になると思うので聞きませんけれども、公費、要は公費でやっていった低所得者対策っていうのを引き上げちゃうんじゃないかと、こういう心配がね、懸念が示されてるんです。自治体の設定によってはね、これ、中間所得層の介護保険料の引き上げにもつながりかねないんです。大体高齢者同士で助け合えということになるわけですよね。公費を削減し、低所得者、対策さえも被保険者の負担で賄うと、こういうことはね、やるべきじゃないと、強く申し上げておきたいと思います。で、3つ目ですね、見直しで、夏まで結論出せということになっているもので、それが質量負担なんで、質量徴収なんです。特養だけじゃなくてですね、老健施設、介護院、介護医療院にも拡大すると、いうことが、検討されていると。現在の基準費用額ということでいうと、月額 1.1 万円になりますけれども、影響額はどうですか、額で。大西郎健局長。多少室の質量徴収につきまして、お答えいたします。今は特別養護老人ホームにつきましてのみお願いをしておるわけでございますが、介護老人保健施設および介護医療院の多少室の質量負担のあり方につきましては、昨年、介護保険部会においてご議論いただきました結果、12月の意見書におきまして、これまでの本部会における意見を踏まえつつ、介護給付費分科会におきまして、これは介護報酬の設定等も含めた検討でございますので、年末に向けてということにスケジュール感としてはなってまいると思いますけれども、次期計画に向けて結論を得る必要があるとされたところでございます。で、ご指摘の数字的なことですけれども、質量負担を導入した場合に、仮に導入した場合の財政影響額につきましては、質量の額をどのように設定するか等につきまして、全く変わってまいりますので、具体的には今後、介護給付分科会において検討していくことになりますため、現時点でそうした影響額というものをお答えすることは難しいと考えております。倉林彰子君。いや、それもね、結局先にならないとわからないということなんだけど、相当な負担増になるんです。確かに補足給付っていうようなことも含めて対応してるんだけれど、これもね、世帯全員が非課税でないと対象にならないし、単身になる貯金500万円超えれば、もう使えないと。ということになるので、負担がぐっと高まるんですよ。で、特養はね、ついの住みかで自宅を処分して入所する施設ですよ。しかし、老健とか介護医療院っていうのは、
自宅復帰を目指す施設なんですよ。つまり自宅を処分するわけにはいかないんですね、入所する際に。その間、居住費の二重負担になるわけです。で、低所得者は排除されるということが、一層広がるということになりかねないんですよ。こういうですね、重大な負担につながることを、国会が終わってからこれ、検討してね、結論出すと。で、次の改定で盛り込んでいくというようなことになってるわけですね。私ね、こうした負担、高齢者に対する相次ぐ負担増、介護保険、高齢者医療、これ医療を使うときにまたさらに負担になると、こんな負担増はね、断じて認められないということを申し上げて終わります。